こんばんは。ご視聴ありがとうございます。ただいま上野駅の13番ホームにやってきました。本日185系 B6 編成を使用した団体列車房総周遊号が運行されています。本日団体ツアーには参加してないので詳細なルートはよく分かりませんが、この後こちら上野駅に到着することとなっています。それを今回撮影しようということですね。それではよろしくお願いします。通常であれば185系、この奥の15番ホームに入る予定となっていますが、今回は13番ホームに到着することとなっています。ちょっと13番ホームに到着する185系、珍しいんですよね。以前東北で大地震がありまして、東北新幹線運休となりました。その際185系を使用した臨時列車が走ったわけですが、その際はこちらの13番線が使われたらしいんですよね。それ以外に修学旅行輪として13番ホーム使われることはあるようですが、通常はこの奥の14、15、16番に入るらしいんですよね。それではもう間もなく185系団体列車到着です。今回こちら上野駅13番ホームには撮影されている方そんなにいないんですよね。で、遠くの方から今185系の音がしました。本日185系団体のお出迎えということで撮影をしていますが、簡単に終了したいと思います。編成の方は B6 編成ですね。しかし乗車してないんですが、185系、とても素晴らしいもんですね。車内の明かりは消されまして、もう間もなく大宮方向に出発です。東大宮の方に帰るんではないかなと思うんですが、果たしてどうでしょうか。大変人気の高い185系、多くの方が撮影をしています。ただいま651系赤城号として折り返す列車が入線してきまして、185系と並ぶことになります。大変多くの方が撮影しています185系、もう間もなく大宮の方に出発でしょうか。間もなく13番線から185系回送ということで出発です。本当は13番線で出発シーン撮りたかったんですが、本日は団体ツアーには参加していません。団体ツアーに参加もせずに13番線で近いところで撮影というのはどうかなと思いまして、本日は遠くからお見送りです。ただいま大宮方向に向けて185系出発をしてったんですが、特に問題なく発車ができたようです。今回ちょっと短い動画となってしまいますが、この辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。